待たせしました。まずは野菜スティックとタコスサラダになります。ご主人様、お隣失礼しまーす。私も失礼します。じゃあまずは野菜スティックからいただきまーす。はーい。人参、きゅうり、大根、どれからいきましょう。あ、この特製味噌マヨソースをつけてどうぞ。お召し上がりください。決めた。人参からいただきますぴょん。いただきます。甘い。この人参甘い。おいしい。もう一本。はん。早く食べないとなくなっちゃいますよ。では私も。やはりこのソースよく合いますね。なんだか人参ってウサギになった気分ですよね。次はキュウリいただきまーす。つけてあー、みずみずしい。ほら、ご主人様も食べて美味しいよ。もう一本いっちゃおう。入れなかったきゅうりに味噌マヨとか無敵いただきます。水分の多さがいいですよね。おいしい。もう一本。最後に大根うわー真っ白みずみずしいはーんすごい。何本でもいきたいぞ。もう一個いきますこの歯ごたえシャリシャリ感気持ちよくないですか私もいただきますご主人様これにしよういい歯ごたえ噛めば噛むほど甘みが出てきておいしいもう少し食べようねえ、ご主人様。次はタコスサラダ。うわ、美味しそう。タコスというのはメキシコを代表する料理の一つで、トウモロコシで作ったトルティーヤでさまざまな具を包んで食べるのが一般的です。今日のサラダはタコスチップスを使い、具は炒めた牛ひき肉、レタスの千切り、トマト、チーズなど。あ、ソースはチリソースで、お好みでサワークリームを。もう説明はいいからいただきまーす。あ、もう仕方ないな。はい、ご主人様、どうぞ。タコスチップスのパリパリの音、これがまた香ばしい。おいしいね。ご主人様、どうですか？私もいただきます。チップスはちょっと大きいので崩しながら食べてくださいね。そうしないと食べづらいですから。サラダのシャキシャキ感とタコスのパリパリ感がいいですよね。かり味がついてるから、そのままご飯にのせても美味しいんですよ。どうですか？美味しいですか？スパイシーさとチーズのとろり感がいいですよね。最後にもう一口。美味しかったー。素晴らしいですね。お茶入れますね。今日はジャスミンティーです。はい、ご主人様どうぞ。ジャスミンティーです。リンゴもどうぞ。ありがとう、もも。ではもう大丈夫かな。いただきます。いい香り。なんだかほっとしますね。私もいただきます。香りも最高です。おいしい。あったまる。それでは次のお料理お持ちしますね、ご主人様。少々お待ちくださいませ。お片付けおしまいです。先輩、お腹いっぱいになりました？全部きれいに食べてくれてありがとうございます。さあさあ先輩、こっちに来て食休みしましょう。膝枕してあげますよ。大丈夫です。食べてすぐ横になっても牛になんてなりませんよ。それにもしなっても私がお世話してあげます。なんちゃって冗談はともかく、ほらほら早くこっちに来てください。首痛くないですか？高さ大丈夫です？辛かったら言ってくださいね。先輩の髪の毛くすぐったいです。よし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 。こうしていると世界に私たちしかいないような気がしてきちゃいますね。お、そうだ、耳かきしてあげましょうか。私、こう見えても得意なんですよ。まあまあ、遠慮なさらずに。ちょうど、耳かき棒もここにありますし。それじゃあ、お耳、見見せてもらいますね。そこそこ溜まってますね。やりがいがありそうですお掃除していいですよね。ねありがとうございます。では早速始めますね。どうですか？痛くありませんか？もうちょっと強くします？あ、これくらいがちょうどいいんですね。じゃあ入り口の方からカリカリってしていきますよ。先輩、気持ちよさそうな顔してます。カリカリクリクリってされるの気持ちいいんですね。家族にも上手だって評判なんですよ。先輩もしたくなったらいつでも私に頼んでくださいね。次は奥の方までカリカリしますね。取れました。あんまり溜め込んじゃダメですよ。私は楽しいですけど溜まったらまた私にやらせてくださいね。約束ですよ。さあさあ、もっとキレイキレイしますからね。先輩はそのままリラックスしていてくださいね。先輩、だらしない顔。お腹もいっぱいで眠くなってきちゃいました。もうすぐ終わるので、あと少しだけ我慢してください。耳かきカリカリ。もう少しきれいきれいですからね。き終わりました。で、まだ仕上げが残ってるので、じっとしててくださいね。何をされるか不安ですか？大丈夫です。痛くはないですから。では、いきますね。ふーふーふー。くすぐったいですか？我慢してください。ふうふうして細かい汚れを吹き飛ばすのが最後の仕上げなので。もう少し強く。最後にもう一つ。綺麗になりました。ごめんなさい。綺麗になった先輩の耳を見ていたらつい。こんなこと家族にはしてませんよ。先輩の耳だけ特別で。先輩、もう少しだけペロペロしてもいいですか？ありがとうございます。では、失礼して。これ、なかなかいいですね。先輩の耳。私のペロペロで綺麗になってテカテカしてます。ペロペロされて気持ちいいんですか？もっとしてほしいですか？私のわがままでペロペロしているんですから遠慮しないでくださいね。先輩が気持ちよくなってくれるなら私。ありがとうございました。今度こそ耳掃除おしまいです。耳ペロペロ気持ちよかったですか？もっとしてほしそうな顔をしてます。そんな名残惜しそうな顔しなくても大丈夫ですよ。反対側もちゃんとしてあげますから。片耳だけじゃ気持ち悪いですもんね。